はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケディです。イーストシェイドの続きをプレイしていきたいと思います。前回はブルームサックのラフトですねをやっと作って、で今いる場所がここですね。この湖の真ん中にある島、シンクウッドインっていう宿屋に来たんですけども、中に入ったらどうやらこの宿屋で本が盗まれるという事件が発生したらしくて、私が解決するんですかね。でちょっと確認しましょうか。シンクウッドインで何かが起きている、何かが進行している、私は嵐が収まるまでは出られないので私も調査に参加しようっていうことですね。でこの辺は見たんで、この人と話してみましょうか。Ah, so you finally made it, detective. I was hoping you'd be delayed, so we could have more excitement. レドミラさん、ラドミラさん。あなたは、あなたが探偵になったんですね、みたいな感じで。ちょっと興奮しているって言ってますね。他人事のような感じですけど。上の段が、あなたはこの状況エンジョイ、あなたは楽しんでいるんですかっていうのと、廃墟の絵、ティフモアルインズのペイント、本の中のナンバーですね。5941。まずこれですかね。あなたはエンジョイしてるんですかっていう。Of course. My sister Belinda dragged me here all of a sudden for a quiet retreat. 私の姉ベリンダは、I'd rather have the suspense of a conniving thief in our midst. 私をここに連れてきたって言ってますね、ベリンダさんが、姉さんが。じゃあちょっとナンバーのことを、5941。You skipped to the last page? Don't spoil the ending for me.最後のページを見てしまったんですかって言われましたね。ビジネスマン バディム。なるほど。ですね、あの本はバディムっていうビジネスマンに昨日もらったらしいんですよね。でまだ最後まで読んでいなかったのに、そんな数字があることは私は知らなかった。ちょっと怒ってるかな、なんで、僕が先に番号があるとか最後のページにあることを言ってしまって、私はまだそこまで読んでないのにみたいな感じで言われましたね。2段目が、何か変わったもの、変なものありませんでしたか、見ませんでしたかっていう事件の、僕が今探偵ですからね。私はずっとここのベッドにいた。でも盗難の前に私のドアの外を歩き回っている女性がいたって言ってますね。私は彼女を中に、部屋の中に呼んで本について少し話した。
彼女は大学の学生だった。そしたら突然彼女は、行く必要がある場所があると言って出て行った。なんて悲しい女の子なのでしょうって言ってますね。そうそう、前回ですね、あの店の店主に大学の女性の話が出てたんで、その人ですね、きっとサンクス。ティフ・モアルインズの絵ですね。これは My husband and I used to go on dates at the ruins. The nights. 私は、旦那さんと夫と私は、廃墟でデートをしたことがある。夜空と新鮮な空気、とてもロマンチックなスポットって言ってますね。なんか絵ありましたもんね。That's all for now. まず今のところは大丈夫。どうやら姉さんと一緒に来てるみたいですね。ここに連れてこられたみたいな感じでしたけど。でこれが、この、で、こっちが旦那さんですね。で、この本はそのビジネスマンにもらって、で、彼女はまだここまでしか読んでなかったのを、僕は最後のページのに番号があるんだけど、これは何ですかって聞いちゃったっていう、そういう感じですね。よし、じゃあ名探偵行きますか。まずは、そうですね、1階から。Are you the authorities? Do you paint the crime scene to help find clues? レイリーさん、あなたは保安官ですかみたいな、あなたは当局ですか、あなたは手がかりを見つけるために犯罪現場を描きますかって言われましたね。画家の力がここで生きるのかな。正義を信じているだけの芸術家です、ジャスティスアーティスト。私はその事件を今調べている。まあどうなんでしょうね。まだ本職は画家ですからね。私はただの正義の味方の芸術家ですね。Okay, well, my boyfriend and I really need to get off this lake. We're supposed to be playing a show in Narva tonight, but the innkeeper won't let anyone leave.彼氏とここ出なければならないって言ってますね、この湖を。なぜかというと、今夜ナバで、何かショーをすることになってたらしいんですけども、この嵐なんで出れないのかな。あと、事件が起きてるんで、人を出すわけにはいかないですもんね、今は。犯人かもしれない人をここから出すわけにいかないんで、なんかちょっと不満になってるのかな。出たいって言ってますね。それを聞いてすいませんでしたっていうのと、いや、しかしこれは重要な問題です、あなたの気持ちはわかるけど重要な問題ですみたいな感じですかね。でもこれ上かな。
It's so frustrating. We've never played anywhere important, and the one chance we get. とても This has to happen. あ、その何かナバで何かショーをするらしいんですけども、それは私たちにとってはとても重要なこと、とてつもないチャンスなことって言ってますね。なのでこのチャンスを逃すわけにはいかない。だから早く出たい。あなたは盗難について何か知っていることないですかっていうのと、あ、何か疑わしいもの何かありましたか。じゃあまずは上ですかね。何か盗難について何か知ってることないですか。A book was stolen. 本が盗まれたんですよね。本が盗まれた。Because I can't see any other reason it would be such a big deal. うん、本が盗まれたけれども、私にとっての人生に対して意味はないみたいなこと言ってるのかな。その本ぐらいでなんでこんな大ごとになっているんだみたいな感じのこと言ってますね。で、2段目が何でしたっけ。あ、何か疑わしいことなかったですか。 We got here yesterday afternoon. We ate dinner, played some music, and went to bed. 私たちは昨日の午後に着いた。で、夕食を食べて音楽を演奏して寝た。まあ、とりあえずショーっていうのはこの人たちは音楽家なのかな。で、昨日の午後にここに着いて、その後ナバで演奏する予定だったけれどもっていう感じですね。で、夜中に、ここで演奏し終わって夜中に寝てたら混乱、何か混乱する音が聞こえたって言ってますね。多分ネズミだとは思うけれど言ってるけれど、Just hurry up and find the criminal, okay? これはここにいる人全員に総当たりで回っていく感じかな。まずは本をチェック。ディフモア・ルインズ、これ翻訳できるかな。ディフモア・ルインズ、シンプルでスピリチュアル、霊的、ディスカッション、ザ失望、なんだろう、ヘレナさんが書いてますね。ここは翻訳できるかな。ちょっと厳しいかな。ですね、イーストシェイド の、そのティフモア・ルインズ、遺跡の中にある、大きな骨董品とか骨董品、ですね、どうやらそのティフモア・ルインズっていうのは先祖たちのお墓ですね。で、そこはそのとても神秘的なところで、大事に
扱わないといけないって先住民たちは言っているけれども、その中には貴重品があるんじゃないかとか、なんかそういう輩が いるみたいですね。でも先住民はそんなものはない、だからティフォマルインズを荒らさないでくれ、とても神秘的な場所だからそんなことしないでくれっていう感じですね。でも、中には貴重なものがあるから発掘したいっていう人たちもいるってことが書いてますね。なんとなく、よくある問題って言えば問題かな。お金を、大金に化けるかもしれないですからね、何か見つかれば。原住民は、ティフォマルインズの中にはそんなものはない、そんな物欲的なものはない、精神の安定とかそういうものがティフォマルインズのあるべき姿みたいな、なるほど、何か揉めてますね。Hi, I'm Amir. You are going to crack this case, right? Amir. My girlfriend and I were supposed to play a show tonight. Oh, this is horrible. あ、この人あの人のボーイフレンドですね。私はアミル。私はガールフレンドと今夜ショーをするつもりだったけれどもっていう感じのこと言ってますね。ああ、なるほど。ですね。上は、まずちょっと、リードって何ですかね。はじめにリードが必要。で、下の方は、あなたは妙にここから出ることを熱望していますね。てんてんてん。みたいな感じ。その、ちょっと疑っている感じの受け答えっていうんですかね。なんでそんなに出たいの?みたいな。犯人じゃないの?みたいな感じの、下はそんな感じですかね。おそらく。じゃあ上ですかね。I don't know if this will help, but there was someone down on the beach late last night. I couldn't see if he was looking out the window at the lake, but yeah, someone was down there. 誰かが浜辺にいたって言ってますね。すみません、ちょっと喉が。アミルはちょっと眠れなかったらしくて、夜中に窓から湖を見ていたと。そしたらそこに誰かがいたって言ってますね。あなたの部屋はどこですか?あそこじゃないかな、さっきの。っていうのと、あなたはそれが誰だったかわかりますか?まず下ですかね。I couldn't tell. They seemed like they might be tall. わかりませんでした。わからなかった。But certainly mysterious. 背が高かったような気がするっては言ってますね。なんか一気に選択肢を。上は同じかな?誰かビーチで見ましたか?同じですね。背が高そうな感じがするって言ってる。ということは男性かな?これはあなたの部屋はどこですかって多分あそこかな。Just past the innkeeper's counter. You can go in. The door's unlocked.We figured since we don't have any interesting books, we're probably safe from... 宿屋のカウンターを過ぎたところ。
あ、私たちは別に面白い本とか持ってないんで、泥棒は入っていないと思うって言ってますね。何か変なもの見ませんでしたか？ビジネスマンまた出てきた。バディムはかなり奇妙。お金に取り憑かれている。ビジネスマンバディムはかなりちょっと厄介な人なのかな。でもう一人ベリンダっていう人は妙にみんなに笑顔を振りまくって言ってますね。ベリンダってまだ会ってないかな。ティフモア・ルインズ。There's a point of controversy around here. Some people want them open to the public, and some people think they're a sacred place. あ、この辺りで論争の的になっている。一部の人々は一般に公開されることを望み、一部の人々は神聖な空間。さっきの、この本に書いてあったのと同じですね。古代の人々がもしの古代の人々は、墓を邪魔されることを望んではいないとは思うとは言ってますね。アミルは思うけれど、もしそこで音楽のショーができたら最高だろうなって言ってますね。 OKOKOK。 ちょっといろいろと名前が出てきましたね。まずビジネスマンとその何でしたっけ、やたら笑顔を振りまく人、この方は Who are you? You don't look like the authorities. Another suspect. When did you get here? ヒストリアン・オミロフ。オミロス。あなたは誰だ？あなたは探偵、警察のようには見えないが、あなたは一体誰だ？あなたは見たことがない。ちょっと怪しいぞって言われましたね、逆に僕が。一体いつここに来たみたいな感じで。数分前にパドルで到着した数分前に来ましたね。あなたはちょっと不審に振る舞っている。何かが盗まれたと聞きました。まず正直に数分前にまず Oh, sure. Well, watch yourself. There's a thief on the loose, and no one's even trying to catch them. ここに泥棒がいるのに、誰も捕まえようとしていないって言って、なんか怒ってますね。彼らは何を取りましたか？本ですよね。下は悪党。誰がそんなことをするんだ。まず上から何取られたんですか？ In my translation book, it contains rooms that would allow me to enter and learn more about the people more ruins. 私、この人の本が取られたんだ。It's highly sensitive and confidential information. ははティフモア・ルインズの翻訳本って言ってますね。秘密性の高い本。
Someone must have been following me. なるほど。翻訳本って言ってたんで、おそらくそのティフマルインズってあの古代の人々のお墓のなんか文字、継承文字的なものが翻訳されている本なのかな。この人が書いたみたいですね。で、それが盗まれたと。で、その翻訳本を持っている、私が持っているっていうことを知っている人はほとんどいないって言ってますね。ということは、私のことをフォローしている誰かが犯人だって言ってます。ここで、でも、ちょっと待ってね。ちょっと風邪で喉が。これででも大体ちょっと犯人はうっすらですけど方向性は分かりましたよね。間違いなくそのティフマルインズで、いや間違いなくとは言えないか、ティフマルインズの謎を解きたい人、翻訳本が欲しい人ですから、うん、あ、でもそっか、別にあれか、守りたい人もその本欲しがるっていうこともありえますか。どっちかというと、まあでもお金稼ぎのための人の方が欲しがりそうではあるけれど、どうですかね。で、上の段が、それは疑わしいことですねっていうのと、うん、上ですかね。And the authorities delayed by a boating mishap. At this rate, the thief is going to slip away in the night. ボートの事故。なんだろう、この嵐でその警察が来れないのかな。このままでは泥棒が捕まるのは遅くなってしまうみたいなこと言ってますね。My name's Belinda, and I'm an open book, I tell you. Any questions you have, I'm completely ready to answer. I don't have a single thing to hide. The only suspicious thing I've seen is that historian. He's been running into our rooms, snatching up our things and dragging them around for others to inspect.ああ、なるほど。この人は、さっき今話した歴史家？が、怪しいって言ってる。言ってますね。その、まあ、歴史、うん。歴史家が私たちの部屋に駆け込んできて、お前らが盗んだんじゃないかみたいな感じで部屋の中を荒らしていったらしいんですよね。それでなんか逆に嫌いだって言ってます。まあ、彼の気持ちも分かりますしね。盗まれたから躍起になってみんなを疑ってみんなの部屋を調べ出したっていう気持ちも分かりますしね。で、それをやられたこの人が嫌がったっていうのも分かりますしね。
なぜあなたはここに訪れているんですかっていうのと、魔法の力、なんかありましたもんね。前回ニュースペーパーでティフモア・ルインズにはその怪我や病気を治すパワーがあるんじゃないかっていう、でそんなものはないっていう人たちもいるっていう、なんかありましたね。まずなんでここに来てるんですか。My sister and I are taking a relaxing vacation. そういうことか。She hardly gets out of the house anymore. あれだ、さっき本読んでたベッドの上で。なんだ、病気なのかな。この方が病気なのか、旦那さんと昔デートしたことがあるっていう人が病気なのか、もうなんか家からほとんど出ることはなくて、そのこれからティフモルはルインズに行こうとしてたのかな。それで新鮮な空気が、何か役に立つんじゃないかと思ってここにまず立ち寄ったっていう感じですね。うん、魔法の力。Who knows really? We can't get in there to find out. But it's nice to dream. My sister loved hiking and traveling more than anything.本当のところは誰もわからないけれども、魔法のパワーがあると夢を見ることは悪いことではない。もしかしたら本当かもしれない。何よりもその姉、どっちが姉なのかな、妹なのか、もともとはハイキングとか旅行が大好きだった。でも今は本を読むことしかできなくなってしまったって言ってますね。この人はベッドで本読んでた人を直したいっていう感じですか。これは事件とですね、何か異変に気づきませんでしたか。 I have. It seems that Miss Helena is unwell. I've seen her looking very sick and tired as she moves about the inn. You'll see. ヘレナ。Something's wrong with her. ヘレナさんがこの宿の中を移動するときに何か疲れている感じがするって言ってますね。ヘレナ、名前がもうわからなくなってきた。ここ入ってないか。これはん、これもあれじゃないですか。前回外で見た海っていうか水の中に落ちていた紙にと同じ、似てるけどちょっと違うか。あ、シンクッドインを売りに出す、この宿屋を売りに出すっていう紙ですね。どういうことだ。
ケボルク。ケボルクはケボルクって店主かな。シンクウッドを売ることに同意する。1000円で売ることに同意する。うんうん。売却には建物プラス土地、そして事業が含まれる。で、シンクウッドインの従業員はその後ブルーローズインダストリー、これですね、ブルーローズインダストリーズのなんか傘下になるのかな。きちんと給与も払うみたいなこと書いてはいるのかな。このブルーローズインダストリーっていうのは何なんだろう。なんか組織かな。あ、でもサインはしてないか、まだ。サインしてない。あ、うん。なんとなく分かってきた。このブルーローズインダストリーっていうのが、ここを買い取りたいのかな。で、その契約書的なのを、で、ここにサインしてくれ。でも、まだサインしてないですね。1000円で買い取るから、従業員も面倒見るから、ちょっとここ売ってくれないかと。これは、きな臭くなってきたぞ。店主にちょっと話す前に、この部屋ですよね。この部屋の窓から外を見てたって言ってて、あの桟橋に人がいた。夜中に。背の高そうな人。で、桟橋には、前回見ましたけども、これだ。ブルーローズ。これどういう内容でしたっけ。これはティフォアルインズの売買のなんか紙ですね。ちょっともう一回。なるほど、なんとなく分かってきましたよ。ブルーローズインダストリーは、神聖なティフモアルインズを、考古学的に調査をしたいって書いてますね。神聖な土地を調べたい。1000円払うから。2000円払うからティフン・ワルインズを調べてもいいだろう。よかったらここにサインをください。で、サインはしてなくてここに投げ捨てられたっていう感じですかね。なるほど。面白くなってきた。
急に湧いたな。ブルーローズインダストリー、悪い会社っぽいですね。悪いというか、まあ言ってる意味わからなくないですけどね。調べたいっていう。でもやっぱり金、お金を使ってなんかこうね、いろいろ自分のやりたいように物事を運んでいくっていうのはあんまり好きじゃないな。はい、ではですね、ちょっと時間がちょうどいいので今回この辺で、で次回はまず2階ですかね。誰かいますけど、2階とあと天使とか話聞いて、事件の解決に向けて名探偵解決できればいいんですけどね。はい、でご視聴ありがとうございました。